空、日本の果てのアイランド、発見シーザーが出てきてメンソーレ、今日はみんなでカチャーシー、ドライブスルーはこちらでしょうか。アイラブ沖縄、やっと会いました、グルーガーです。いやいや、これで、これでお会いしたかったんですけども。ああ、なるほど。今行き過ぎて向こうまで行っちゃいました。それでも気がつきます。いたと思って、ついてそこで U ターンしてきたんですよ。久しぶりです。え、一緒一緒一緒、うん。何食べる、リアンちゃん、何行くか、何か、ソフトもあるし、今日は、曇りですもんね。すごいですね。そうですか。何でもありって。ありますね。じゃあ沖縄そば。アムロナミエもいますけど。アムロちゃん。何ですね。マックフライポテト？ないって。アイス？何何？アイスはいろいろある。アイスいっぱいあるよ。何がいい？マンゴー、ベニーモ、シークワーサー、バニラ、うん、チョコレート、タンカン。タンカン。何がいい？チョコにする。チョコ。じゃあチョコ。ポンちゃんは？俺どうしようか。コーンでいいですか？このコーンでね。これなんでしょう。コーンでいい？何？カップ？カップ。カップと。はい、うん。これじゃあ何でしょう。今名古屋から来たんですか？今名古屋から。雨降ってませんでした。雨降ってなかったですね。アイスクリームどうしようか。いっぱいあるから悩むんだけどね。かき氷じゃん。うまいアイスにしようかな。じゃチョコ、イエちゃんチョコしたの。うん、やっぱチョコかな。じゃチョコ、みんなチョコ。面白くない。アイスクリーム結構朝がな。いろいろシークワーサーしようかな。単価もうまそうだな。どっちする？単価にしよう。単価。はい、で、あと単価とシークワーサー。はい。僕ね、コーンでください。単価とシークワーサー。コーンで、コーンで。はい、ダブルじゃないです。シングル、シングル。こうやってやってたんですね。あ。これ冷蔵庫。ああ面白い。これ運転。え、運転しますよ。え、どこが運転席なの？ここ、あ、なるほど。こうなってんだ。半身もあるし。あ、海。海だよ。へえ。こうなってんだ。おいしい、りゃんちゃん。おいちい、こんな感じに安室ちゃんが目印です。あの発電機で、発電機はあれ高見さんのですか？こっから引いて事情聴取をして営業許可書を見せてもらっていいですか？道路使用許可は取ってないんですよ。シャバ代払ってください。ヤクザかって。いや。ヘッドのね、おまわりさんがね、あ、これでいいっすって。おお。いいっすね。本当なんかアンダギーとか食べる？いらない？今回？飲み物。はいよ、じゃあ。はい、もずくスープ。はい。え、ここでもずく取れるんですか？ここで。海で。もう海。マジですか？もずく取ってここで売れるんですか？そう、だから膝ぐらいのところいっぱい咲いてますから。本当ですか？流れてきたやつ。ちょっと見てください。これでも。面白かったです。はい。でちょっと、はい、一服してください。はい、高見さんのとこで、シューベルトが、これがシークワーサー
おみちゃんがタンカン。タンカン。イアンちゃんがチョコ。チョコ。はい、ということで、ちょっと肌寒い沖縄ですね。松尾さんがさ、はい、そういう、なんていうかな、サダ・エンダギーとかね、はい、そういうスーパーサンの時に、名物をこう歌にするっていうのは、はい、最高なわけよね。このアイスクリームの歌、作りますかね。いや、僕もなんか名物作ろうと思って今頑張ってるんだけど、なかなか難しくてね、高見パラ流れてたな、なんかね、パラパラパラだからアイスクリームに氷ぜんざいって、うん、宮城島来たらあるよ、うん、だから、あの、今だと本当にもずくだよね、はい、さっきもだから30分ぐらいでさ、もうレジ、はい、こんなレジ袋に1回も取って帰ったから、ね、だから今だったらもうあれですよ、今一番引いてるから、引いてるから、自然のどうですか、もずく取って帰りませんかっつって、おいともずくチャレンジしてみようよ、うん、いや短パンだからちょうどいいですよ、ね、次どれぐらいですか、15センチぐらい、膝小僧ぐらいまでいきます、いやだから本当俺で行けます。いいよ、その辺ですよ、その辺。もうズボンめくってっていうの。その辺に行けば、もうほら、あの、もずくがこうやって、はい、10センチぐらいで、これで。ちょっと、じゃあ、おーちゃん短パン、サンダルだから、ちょっとチャレンジしてみる。せっかくだから。じゃあ、俺と。私は危ないでしょ。私は。Oh,